ありがとうございます。こんにちは、北井ダザです。今日はライブをするためではなくグッズを紹介しに来ました。え？そんなことないわ。めっちゃ嘘ついちゃった。紹介します。あ、ちょっと待って、あ、まだだな、まだ早い、まずくれ。やつはいずれやってくる。いいか、これ何か分かれる？靴下って言うんだけど知ってる？あのね、ちょっと広島の方の方、広島までね、靴下の情報が行ってなかったみたいで死ぬほど売れてないらしいんだけど、俺今回一番靴下作って嬉しかったから履いて。本当に俺マジで靴下、あ、やっと、俺靴下 ずっと作りたかったんですよ。靴下を、マイ靴下、マイ靴下って、まあそうだね、そう、俺のロゴがこうやって入った、なんか俺人の足持ってるみたいで怖いな。そう、欲しかったんだよ、やっと作ったの。だから買ってください、お願いします。そう、メンズサイズとレディースサイズちゃんとどっちもあるんでね、あの、だ、彼氏彼女がいる人は自分の分と相手の分とみたいなね、そういう買い方もできるし、お父さんにね、あの、父の日だよって全然シーズン違うけどプレゼントするもいいしね、こんな狂々しい目が入ってたら怖いかもしれないけど、でもいい言葉が書いてあるから、ウェンザウィークゴーマーチングイン、聖者の行進、これを履いてのしのし歩くんだよ。そしたら出勤する時も勇気出るから、よろしく。そしてね、これです。タバコを、いや、そうやって言ってはいけない、いろんなものが入るケースです。ケース、まあね、僕はあのタバコ入れたくてこういうケース欲しいんですよね。あの、ちょっと、まあ、今そんなにね、フラット飲みに行ったりできないけど、フラット飲みに行くときに、ね、3000円とタバコとライターだけ入れて、これでなんかね、街をぶらつきたいんですよって思ってて作ったんです。でもこれはポケモンカード、遊戯王カード入ります。なので皆さん、そういう趣味がある方ももちろん使えますし、あとはね、何入れたらいいかな、学生証とか入れたらいいんじゃないかな。あの、首からぶら下げてたら可愛いんで、よろしく。で、これはとっても可愛いスライドミラーです。おめかしをしてください。なんかもう無理やり拍手させにかかってるな俺。ちょっとグッズ紹介が下手くそになっちゃったんですけど、はい、これは使うでしょ。お手洗いとかでさ、そこそこそって入ってさ、デートで待ち合わせてる時とかにさ、ちょっと駅のトイレ入ってさ、あ、化粧崩れてないかなとかね、やるでしょ。唇カサカサしてないかなとかさ、僕はやるんですけど、可愛いナオンに会う時はね。なのでやってください。これはもう男子も使えます、女子ももちろん使えます、よろしく。よし、毎度おなじみのタオルでございますと、あ、これ逆だね、はい、はい、拍手。今回ね、聖者の行進っていうシングルが、緑色がちょっと裏テーマとしてあったので、それで今回この色がいいですって作っていただきました。汗を拭いてください、よろしく。よし、 T シャツボーイ、あー、来た、みんな T シャツボーイだよ。あはいはい、ご苦労。彼は身長が 169.9cm で 170cm ではないんですけど、 169.9cm です。はい、で L サイズ着用です。あれ、あんな感じになります。はい、ダボッと切れて可愛いですね。はい、ヌードの北に達也がね映ってるんで、ぜひ鑑賞用にもお願いいたします。それぐらいかな。はい、じゃあみんな出てきて、みんな呼んで、あ、呼んでって声出しちゃダメだ。いや、本当だったらさ、みんなにさ、なんか北にバンド来てーとか言ってほしいんだけどね。
そうやってできる日いつ来んのかな。なんかさ、あのクラブアンリアリティのさラララララのところとかもさ、あの音源送ってくれた人いるか分かんないけどさ、みんなから集めてね声ね、で俺が編集してさ流してさ、あー嬉しいなと思ってね、毎回聞きに行っちゃうんだけど、そう早く声出せるようになったら嬉しいな、みんなの素敵な声が聞きたいよ。まあでもきっと来年再来年にはできるでしょう。また広島には来るからね。はい無理やりすぎるわ、拍手させるのは。はいって思ったよっもう全然何も意味ないときに、はいいいね、これでもう次広島来たとき安心だわ。もうバッチリこれでしばらく声出せねえ状況が続いてもみんななんかいい感じにしてくれるわ、俺は嬉しいな。うん、よし、じゃあアンコール2曲やって終わって、俺は生ガキ食いに行くわな。あ、広島の街に行けんから最後2曲楽しんでてくれ。じゃあな。